皆さんこんにちは。響の所属声優が YouTube でお送りしている響スタイル。今日の担当は新藤真音と清優香のおゆねすです。はい、決めてなかったけど、もう最近これが多いですね。ね、こうなってね。まあでもこれがね一番なんかあれだよね、うん、私たち的に出しやすいよね。まあ、確かにこうあこれ来るよね来るよねみたいな感じで、はい。最近じゃないや、もうすぐ、うん、あれですよね。あれですね。あれです。そうです。ライブです。ライブです。ポピパさんとモニカのツーマンライブ、はい、アストラルハーモニーがいよいよ数日後に迫っております。緊張だね。ねえ、そうドキドキだよ。ねえ、キラキラドキドキ、うん、キラキラドキドキ、キラキラモニモニです。モニモニ。か個人的に気に入ってるだけ。まあそんなでですね、今回はこちらの企画を行いたいと思います。はい。パズル純白地獄対決。いや、ライブはフレンドシップだけど私たちは戦いますということで、うん、はい、こちらに用意されているですね、はい、こちらですね、はい、はい、純白地獄という名のパズルをより早く完成させることができた人の勝利という対決でございます。はい、もうその名の通り、その名の通り、うん、白しかないね、全部白だよ。そうなのよ、これ、ね、企画来た時に、うん、純白って書いてあった瞬間白いやつだって思って、ね、パズルよくやる？そうだね、いやそうだねじゃない。どっちなんだ？幼稚園の時にめっちゃやってて、小学生の時に少し友達のジグソーパズル手伝ったかなぐらいかな。あ、そうそう、おいちゃんはそんな感じだよね。私もだから十数年触ってない多分だよね、うん、じゃあいい戦いになるかもしれない ね、 なない ね、 ね、地獄のような戦いになるかもしれないね、ある意味ね。そうだね、もう白しかないからね。いやてかだってさ、初心者は絶対に手を出さないでくださいって書いてあるんで、じゃあもうやめましょう。ね、やばいでしょこれ。でもなんか完成させてさ、絵描きたいよね。あ、確かに完成させて絵描きたい ね、 ね、そう、そしたらね、オリジナルパズルできる。108ピースもあるんでしょ。そう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 、ね、サイズ感はこれぐらいだけど、108やばいでしょこれ。多いよ、ね、え、完成させたいですけども、制限時間は1時間となります。はい、どちらも完成できなかった場合はより多くピースを組めていた方が勝ちとなります。はい、負けてしまった人には罰ゲームがありますので頑張っていきましょう、うん、大変だ、うん、え、ちなみにあの、まあ、黙々とねパズルって普段はやるものだと思うんですけど、うん、黙々とやっている動画をずっとね流していても、ね、そうだね、ちょっとあれかなという感じなので、あのトークテーマがありますので、それにそれに沿ってのお話ししていきながらやっていきたいと思います。はい、それではね対決していきましょう。よーい、スタート。響スタイル。はい、じゃあやっていきますよ。はい、よーい、スタート。おうおう、いやー、ちっちゃい。ちっちゃいわね。ちっちゃいよ。あ、でもあ、これはこう、あ、なるほどね。端から私は攻めていく人なので、うんうんうん、君じゃないな。まずあそこをね作るのが大事ですよね。でもなんかもう似たやつ、これ一緒じゃないのか、これとこれ。え、あ、微妙に大きさ違うんだ。あ、10年後どうなっていたい。10年後。あまれちゃんは10年後で、10年後で、うん、26、7かな。お、じゃあちょうど今の私ぐらいだ。こう自分のずっと夢であるこう声優としてちゃんと成功するというか、うんうん、いろんなアニメで、うん、主人公だったり、うんうん、いろんなキャラを演じていたいな、うん、私はまあ同じといえば同じ、仕事面で言ったらまあそうなるんだよね。もうちゃんと自分の思い描く最強の自分にはなりたい。あとは、うん、最強のお家を作りたい。最強のお家？いや、なんか自分の完全な理想の家みたいなやつ。あ、地下に防音室作って、なんか部屋ごとにさ、いい、ね、なんだろう、まあ、仕事専用部屋もあったらいいなと思うし、うんうん、なんか趣味部屋でもさ、なんかジャンルごとに分けたいし、うん、家の中にゲーセン作りたいし、いいねいいねみたいな。でも電気代すごそうだよね。やばそう。え、でもきっとそんな
ね、理想のでかいお家を建てられるようになっていたら、うん、電気代ぐらいはきっとそんなに気にならないかな。そうだね。次のテーマ来ましたよ。 お互いにタコ紹介をしてください。タコ紹介、タコ紹介、分かるかい？足が8本あります。はい、おゆちゃんは、うんうん、もうとりあえず頭がいいからカードゲームがすごく強い。勝てる気がしない。ベースとか練習すごい一生懸命だから、うん、一生懸命やってるなって思う。あまねちゃんはね、まあ、とにかく元気よね。そうだね、もうポジティブ、うん、若いって感じする。うん、よく見る YouTube 動画は？ YouTube 動画、最近ね、うん、VTuber の皆さんのめちゃめちゃ見てる。お、いいね。そうなんだけど、ね、一番最近見たのは、うん、オンラインクレーンゲームのやつ。あー、つぶやいてたね。そう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 、びっくりしちゃった。あの普通にやってるのを見て、あ、オンラインクレーン、そういえばやったことない、楽しそうと思って、お、やったらめちゃめちゃ楽しくて。ハマっちゃいそうだけど、ハマったら危ないわね。ハマったら危ないね。ねえ、あまねちゃんは？私ね、元プロバレエダンサーの人が、うん、バレエ風に踊ってみたっていうのがあって、ほうほうほう、それがすごい面白くて好き。なんだ？地獄パズルに挑戦中の2人ですが、一番人生で地獄だった瞬間は？今じゃん。今結構地獄だよね。ねえ。はい、次。最近買ったものは？最近買ったもの、私それこそね、昨日かな、うん、いろいろ買い物したの。ネットで服買ったし、うんうんうん、お姉ちゃんに探してたネックレス買ったし、おお、ロゼリアさんの CD も買ったの。はいはいはい、はい、発売中です。同じ日に、D4DJ のカバートラックスボリューム1も発売中です。発売中です。あと私最近ね、なんだろう、お店で買うものはそんなにないというか、なんか服買おうと思っても、うん、まあいいかなって思っちゃうことが多くて。あ、そう。でもね、代わりにめちゃめちゃいろんなものに課金してるゲーム。わかるよ、その気持ち。そう、なんだろう、物欲はないのにガチャ欲が凄まじくてめちゃめちゃ回してる。わかる。お、絶対やりたくない罰ゲーム。絶対やりたくない罰ゲームか。うん、絶対にやりたくない。なんかよくテレビとかで見るのはさ、うんうん、お湯に入るやつ、熱湯とか。熱湯風呂みたいな。そうそうそう、絶対やだ。あ、あれをやりたくない。そう、あと私熱いものがあんまり得意じゃなくて。あ、そうなんだ。食べるものでもさ、猫舌だからさ、うんうん、肌でさえみんな普通に食べるレベルを熱い熱いって言うから。私ね、バンジージャンプ。あー、一回やったことあるよ。え、どうだった？なんかね、楽しかっただけど、ほう。あれなんか一番怖いのはね、飛ぶ時じゃなくて、うん、飛ぶ前に、あれ場所にもよるのかな、一応誓約書みたいなのを書くのよ。あー、もう絶対に嫌だ、うん、なんかもし万が一のことがあっても店側で責任は取りませんみたいなやつ、同意しますみたいなサインをしなきゃいけなくて、そんな感じって思ってたことはある。まあ確かにね、言われてみればそうなんだけど。最近いつ泣いた？最近今泣きたい。地獄ですね。キャラクターのとあるキャラのボイス撮ってた時に泣くシーンがあって、うん、はいはいはい、それの時は泣いた。あ、泣く演技する時泣いちゃうんだよね。でも私もね、 DJ のアフレコの12話かな、うん、リンク泣いちゃうシーンがあったんだけど、うんうん、あの時ガン泣きだったからな。だよね、泣いちゃうよね。うん、あとはあれかな、年末というか12月にあったハッピアラのワンマンで、うんうん、最後感想言う時めちゃくちゃ泣いてしまったな。あら、
なった今。なった。どんな全然もうねめっちゃ壊した途中からねえ、いや、もう無理だよ。これはねえね、私たち完成してないですね。うん、完成しませんでしたのでよりピースを多く組めていた方が勝ちとなりますので、はい、数えていきたいと思います。はい、ということで集計ができました。はい、私振動が14ピース。お、そしておゆちゃんが25ピースということで、 おゆちゃんの勝利です。ピース中いやでもなんかもう大差ないよそんなにいやなんか 見えるかな、 見えてるか、ね、大差ないよ多分一応ルール的には私2勝が勝利ということで、敗者のあまねちゃんには罰ゲームを受けていただきたいと思います。今回の罰ゲームは無茶ぶり地獄。え、おまだ地獄ですか。まだ地獄は終わってません。終わらない。終わってません。うわ、はい、こちらに、箱がありまして、この中から引いた罰ゲームをやっていただきたいと思います。モノマネを披露。お題は、うん、ハイテンションな木谷さん。マジか、木谷会長。マジか、会長がハイテンションなの。ハイテンションな木谷会長のモノマネを披露。響きスタイル、いきますよ。いきます。3、2、1。はい。いや君ね、あのすごい良かったよ。あ、成長したね。これからも頑張ってください。おお、これを言ってそう。でしょ。そう、ライブの後とかさ、こうみんなで会ったりするじゃん。うん、その時とか、いや、うん、どんどん成長してるね。これからも頑張ってねみたいな。そう言ってもらえるので、うん、でもその時しか会わないから、はいはいはい、基本ハイテンションの、ハイテンションの逆に見てみたいな。うんうんうん、YouTube とかだったら見れるけどね。確かにね。はい、はい、ということで以上罰ゲームでした。はい。はい、ここで私たちからお知らせです。はい、ポッピンパーティーモルフォニカフレンドシップライブアストラルハーモニーが、なんとなんと2月23日火曜祝日ですね、横浜アリーナにて開催されます。やったー。はい、私たちも今ね、うん、絶賛練習中でございます。うん、そして先輩となるポッピンパーティーさんと私たちモルフォニカの初の合同ライブとなります。うん、今回フレンドシップライブということで戦いはしません。うん、戦いませんよ。そう前日のね、あのラウクレはね、ラウクレはバトルというか対決ですけども、バチバチに行くんですけど、はい、フレンドシップでということで、うん、絆を高めて演奏をしていくので、皆さんぜひぜひよろしくお願いします。はい、そしてですね、ライブビューイングチケットは残席のある映画館に限り、劇場窓口またはオンラインサイトにて発売中ですので、会場には行けないけどライブビューイングなら行けるっていう方もいらっしゃると思いますので、うんうんうん、ぜひぜひ皆さん楽しみましょうね。はい、熱々なの届けますよ。はい、で現在の情勢的に、まあ、今までのようには見て、ね、もらえたり、うん、ライブ楽しんでもらうのは難しいよっていうこともあると思うんですけども、はい、見に来てくださった方、だったり見てくださった方には全力でお届けしますので、うん、何卒よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ということで、はい、パズル純白地獄、はい、どうでしたか ね、 いやこれでも丸一日あればできそうな気はするけど、丸一日108ピースに、うん、投げ出さない自信はないよね。そうだね、うん、もう私はすぐに諦めに入るよ。もうもういいって言ってたもんね。うん、もういいよ、もういいよ。でも私ね、今まで多分イラストのとかをやってたから、うん、できないんじゃないかな。絵だとなんとなくこことここがつながるなっていうのがあるから、うん、それでいけてたのかもしれない。あ、これがね、もう白だけだからさ、そう、絵がないから完全にはめてみて合うかどうかで試すしか多分ないんじゃないかな。他にはね、ね、なんか同じ形的にはなん結構ね、どうだろう、10パターンあるかないかなんだけど、うん、ちょっとの
穴のズレとかで全部が違うからね、マジで奥深いなとは思った、うんうん、奥深すぎるよ、ね、でも趣味でやるかと言われたら分かりません、うん、分からないね。はい、これから極めていきたい、うん、うん、ということで今日はここまで。はい、はい、ということで今日はここまでです。このチャンネルの動画は響きの誰かがどんどん更新していきますので、よかったらぜひぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。ということで今日の担当は新藤あまねと西尾優香でした。バイバーイ。